皆さんこんにちは。日本語のネット用語といえば何を思い浮かべますか？いろいろあると思いますが、草を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。この草、中国語だと全く違う意味で使われることもあり、中国語話者にとってはかなり面白いのでしょうか。私の投稿のコメント欄にも非常に多く出現します。この草、2000年代前半にはすでに使われ始めており、15年以上経った今でも普通に使われています。このようなネット用語が世代を超えて15年以上も使われるというのは、おそらく非常に珍しいことなのではないかと思います。今でも日本の SNS 上で非常によく見かけるこの草だからこそ、その由来や現在よく使われる形などをしっかりと覚えておくべきだと思います。そこで今回はこの日本語の草を取り上げて、語源や派生語、よく使われる形式などを詳しく解説していきます。まずはこの草がどのようにして生まれたのかご紹介していきましょう。この草の由来になっているのはアルファベットの W です。これは笑いをローマ字表記にした WARAI の頭文字を取ったもので、由来の通り笑いを表します。日本では以前から自分の発言が冗談であることや深刻に捉えていないことなどを表すために、発言の最後にカッコ笑いをつけることがありました。今日電車を乗り過ごして授業に遅刻しちゃった、カッコ笑い。もしよかったら今日俺んち来ない、カッコ笑い。この使い方は今でも存在していて、自分もたまに使っています。ただこの笑いを W として使う人がかなり多くなり、現在ではおそらく W を使う人の方が多数派になったと言えるでしょう。これらは SNS 上だけではなく、個別メッセージや自分が働いている会社では普通に社内のやり取りでも多く使われています。ただ会社によっては非常識だと思われる可能性もあるので、周りの人が使っているかを見てから使うようにしてください。ただ Twitter など SNS においては大多数が W を使っている印象です。そして当時最も W が使われていたのがニコニコ動画でした。ニコニコ動画は弾幕を投稿することができるのですが、面白いシーンがあった際に多くの人がこの W をしかも何個も重ねて投稿します。そうすると動画はこんな感じで W が溢れてしまいました。この W が連続で連なっている状況、よく見ると地面に生えている草に見えてきませんか？そこから面白いという意味で草が使われるようになったのです。それでは語源について理解したところで、次はこの草の派生語についていくつか見ていきましょう。まずは草生えるです。草だけでなく、それが生えていると動詞をつけた形ですね。次に草不可避です。不可避というのはそうなることは避けられないという意味なので、面白すぎて笑わずにはいられないという意味になります。最後は大草原です。この生え散らかした草が大量に連なると何になりますか？はい、大草原ですね。普通の草では表現できないほど面白いことを表す際に、この大草原を使うことができます。大草原不可避という表現も存在しますね。しかし先ほど紹介した派生語は、正直なところ最近はあまり使われていない印象です。少なくとも私は滅多に見かけることはありません。なんといっても15年以上使われているネット用語ですから、草という単語自体は変わっていなくても、その使い方や形式は多少の変化を見せているのだと思います。それではここからは今でも非常によく使われる草の使用形式について例文とともにご紹介していきましょう。まずはじめにご紹介するのは、草と単独で使用することです。これはまだ使われている印象ですが、正直なところそこまで品質かと言われるとそうでもない気がします。もしシンプルに面白いことを表現するのであれば、草よりも W を自分が面白いと思った度合いに合わせて重ねて使うことの方が多いと思います。私の投稿には非常に多くの草というコメントがつきますが、日本ではどちらかというと W が多い印象ですね。ただ草という表現も間違ってはいないので、そのまま使っていただいて問題ありません。この単独で草
もしくは W を使うのは個別メッセージやグループチャットが多いと思います。次にご紹介する使い方は何々はでて草です。これは何が面白いかを前に付け加えるという形式です。個人的な感覚ですが、この形式が現在は一番多く使われているのではないかと思います。草は単独で使われるというよりは、何に対して草を生やしているのかを明示する使い方が主流になってきていると言えるでしょう。例えば具体例としてはこんな感じです。このタイミングで女装は草。最近の動画の再生数、風俗関係がダントツで草。メイデン一流流シリーズは結局例文のクオリティで効果が決まっていて草。おそらくこんな感じで前半に何が面白いのかを明示しているコメントが多いと思います。おそらくこの形式は SNS におけるコメントやシェアなどで使われることが多い印象です。上の単独で草や W を使う形式は個別メッセージやグループチャットなど特定の人とのやり取りで使われるのに対して、こちらは不特定多数の人に見られる公開された場所での使用になります。これはおそらくですが、特定の人とのやり取りではその場にいる全員が文脈を共有しているので単独の使用で十分意味が伝わるのに対して、公開された場所で投稿する際にはその人が何に対して面白いと思っているのかがわからない場合があるため、その理由を明確にする必要があるということではないかと思います。いかがだったでしょうか。今回はネット用語のロングセラー草について、語源とその使い方を紹介してきました。使い方についてまとめると、個別メッセージなど特定の人とのやり取りをする際は単独で用いる。この場合は W の方が使用頻度が高い。コメントなど不特定多数の人が見る場所で投稿する際、何々は、で、て、草など面白いと思う対象を明示する。こちらは今でも本当によく使われるネット用語なので、これをうまく使いこなせるとより皆さんの日本語は日本人っぽくなるでしょう。ぜひ覚えて使ってみてくださいね。それでは今回の内容はここまで。また次回お会いしましょう。さよなら。